はようございます。フットアーティストジュンでございます。今日は12月の16日、出店の納めでございます。最後、年内最後の出店ということで、今日は藤枝なでしこデーに向かっております。フットアート TV。 はい、あともう10分20分ぐらいで、会場に着くということで、会場にはなんと、なでしこ、元なでしこの選手やスペシャルゲストなんかもいるみたいなので、新しい出会いを楽しみに、今日も一日楽しんでいきたいと思います。そしてこれです。ショップカードが新しくできましたので、これも多くの人に、届けたいと思います。では今日一日楽しみます。サッカーボールカステラです。うまい。めちゃくちゃいいです。サッカー選手になりたかった。紅葉もめっちゃ綺麗じゃない。ちょっとあっちとかもほら、ガーッと一周、最高じゃない。天気もいいしね。ね、最高だよ。うわ、めっちゃ最高。これあれだぞ、ゴール入れたらこう観客沸くんだぜ。めっちゃいいわ。お疲れ様です。お疲れ様です。年内最後の出店、藤枝なでしこデー2018の出店が終わり、今帰り道でございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございます。また今日も多くの、フットボールを愛する人と出会いました。まさかの、レフティーモンスター小倉さんと出会うことができまして、ちょっとなんかお話もできたりして、自分の作品の思いや願いとかもなんかお話ができてですね、すごくいい時間でしたね。めちゃくちゃいい人で、なんか良かったよね。めちゃくちゃ、本当に素敵な方だった。素敵な方でした。はい、いろんなお話ね、聞いて、はい、お話を聞かせていただいて、でなんかおーって思ったのが、まあね、小倉さんレフティーモンスターっていう名前の通り、左足をこう武器とした選手ですけど、ちょっと歩き方が右足をこうかばうようにこう歩かれてたんですね。こうで右足を痛めてるのかなと思って、右足をやっぱりあれなんですかって言ったら、まあ、怪我をしたと。大きい怪我、ね、大きい怪我を、右膝を怪我したということで、で僕がちょっと、まあ、レフティーモンスターっていう名前のね、通りですから、左足じゃなくてよかったですねって言ったら、返ってきた言葉がやっぱり右足あっての左足なんだと。右足でしっかり踏み込ん で、あの左足が打てるんだっていうね、そのお話を聞けたのがとてもなんかね、身に染みましたよ。やっぱりね、右あっての左だなっていうものを、あの感じさせていただきました。それと、まあ、同じ会場にゲストで出ていたドリブルデザイナー岡部君とも今日また久しぶりに会いまして、お互いにいろいろとお話もして、また彼もいろんなことに本当にチャレンジしているので、まあ、今日もそのチャレンジしている姿を見させてもらって、すごく、刺激になりまして、いい時間でしたね。それはそれでまたで、まあ、今日も、本当に多くの人と出会えたんですけど、やっぱそのなでしこっていうところで、女性のフットボーラーが中学生、高校生、社会人、ちっちゃい子もいましたけど、まあ、本当にいろんな女性の女の子プレイヤーがやっぱり来てたのは、やっぱその王国藤枝というか、まあね、静岡県っていうところですごく多いよね、人口がね。
で僕たちの横にはサッカーボールカステラも販売されてまったりとか、あれ可愛かった。いやね、美味しかったし、丸くてサッカーボールの形で ね美味しかったし、なんかみんないい人でしたね今日もね。あれ考案した方が聞きました。まさかの、世界の鎌本さん。そう、世界の鎌本さんが発案者で、発案したあのカステラの機械、カステラの機械25年ぶりに出したっていう、ね、めちゃくちゃすごい、なんだろうな、ドラマチックなシーンに携わらせてもらって、すごいよねあれね。食べることができましたね。え、その映像もあるんですよね。あります、あります。それもぜひ見ていただきたいと思います。あとはその藤枝というところの町の、あのインター降りてからようこそ藤枝でっていうところのサッカーボールその辺とかもやっぱり文化の違いですよね。ちょっとテンション上がっちゃいましたね。ちょっとテンション上がりましたね思わず靴も履かずに車から降りましたからねそこ撮ったよね、まやね。まあね、軽くね。 ありがとうございますだってうまく撮れなかったもん。あの辺とかもすごく、まあ、文化の違い、王国っていうところを見させてもらったなと、うん。あの女の子のサッカー、女の子プレイヤーとのもお話しさせてもらった時に、やっぱりお父さんもサッカーのコーチやってるとか、うん、兄弟でやってるとか、やっぱそのサッカー家族が多いっすよね。やっぱりそういう子たちは、あの女の子でも3歳からボール蹴ってるとかいう子たち多かったですよね、うんうん。でもあの最後の方にさ、ヘルメットかぶったさ、サッカー部だと思われる少年がカゴにボール入れて自転車で登場してた姿とかも超あれもいいよね。よかった、ね、よかった、すげえよかったああいうのってやっぱなかなかね、ないからね。すごいいい勉強になりました。やっぱ旅をすることで学ぶことはたくさんですね、はい。でこの旅も終盤に向かっておりますが、無事に帰り、ちょっと僕の、ソウルフードであるラオシャンに行けたらなと思ってますので。ラオシャン、ラオシャン、ぜひこれどこにある、どういう、平塚のソウルフードでございます。はい、僕が愛するソウルフードラオシャンをぜひ二人に堪能していただきたいなと思って今向かっております。ラオシャン、ごちそうさまでした。お土産までゲットです。